日俺のために味噌汁を作ってくれっていう日本風のプロポーズは亭主関白感がしてすごくあれですね。どちらかというと毎日俺と一緒に味噌汁作らないかぐらいでいいと思う。毎日俺と一緒に味噌汁作らないかブラザー。よう、こっちは味噌汁作ってる。炊き出しジブラルタル。炊き出しジブオジ。よう、ブラザーたくさん食え。うん。にゃん。別にお前のために作ったのではないぞ。レブナントかな？うん。オムレツいいな。うん。俺の味噌汁の具にならないか。お前は誰だ。お前は誰だ。板前レブナント。うん。こっちに炊き出しエリア。すいた腹を満たしてくれる。必要なら使って。炊き出し。うん。結婚しないとお前の味噌汁にレモンをかけるぞ。でも最悪やんけ。味噌汁よ。大豆食品だから体にいいわ。バンガロール。俺が味噌汁を作る。君はお湯を沸かして。炊き出しだよ。味噌汁出しながら吸い込んでみろ。味噌汁を出しながら吸い込んでみろ。食卓エペックスエージェンツ。お疲れた。オッケー。やばいな、面白い。味噌汁、味噌汁吸ってみよう。吸い込んでみよう。味噌汁吸い込む。ジルジルジルっつって、あーうまいみたいな、うん。いやー、美味しい味噌汁を飲んでる時が一番性を実感できる。味噌汁飲み放題だ、ブラザー。こっちに味噌汁フェンス、味噌汁フェンスってなんだ、わっちゃん。やばいなぁ。うん、味噌汚し。うん。飲むのが嫌になる時もある。わかるが、絶対に残すな。二日酔いに効くぜ、アミーゴ。二日酔いに効くぜ、アミーゴ。味噌汁。面白すぎる。やばいなぁ。かわいい味噌汁ね。二日酔いに効くぜ、アミーゴはや。ああ、オクタン。オクタン。ねえ。この味噌汁は私が作ったって知ってた？私は知ってた。ワットさん。炊き出しっぷ。炊き出しっぷ。賢いやつは炊き出しっぷから出ない。ああ、これじゃ足りねえ。もっとだ。誰か味噌汁を飲んでるわ。よいしょ。いやー、お仕事行ってらっしゃい。だまさ、豆腐は奪われちまったじゃん、アミーゴ。やけどしちまったか、残念だったかな。と、熱いのかな。やばいな。しじみの味噌汁よ。二日酔いに効くわ。味噌汁を発見。レベル2だ。どういうことだ。二日酔いで目覚めるときが一番性を実感する。二日酔いで目覚めんといてもろて。うん、生死の境で。飲まされたな。飲まされた。やばいな。俺の味噌汁だ。触れるな。触るなかな。ブラザー酔いでダウンしまった。やばいな。愛する人に飲まれるほど素敵なことってあるかしら。そう、夫婦やもう。これじゃ足りねえ、まだまだ入れるぜ。ねえ、味噌汁飲んでる時がね、やっぱいいな。合わせ味噌を発見。レベル2だ。これが欲しい。黙れ。して、レブナント黙れ。静かに食べなさい。確かにご飯中はね。うん。学校行ってらっしゃい。どこかで味噌汁の匂いがする。いただこう！いただこう！いただこう！みたらし。
礼儀正しいレブナツさん。主審が味噌汁を与えたもん。油揚げの味噌汁をさ、ありがとうございます、アトロさん。おっさん、礼はいらない。飲め。やばい、味噌汁が。お味噌だ、よこせ、私の味噌だ。白味噌を発見、上品だね、レベル3だ。ポップアップを発見、ワカメだ。ワカメ落ちてる。これはうまそうな、クリプト。スマートに決めるぞ、俺がな。この髪型にこの顔だ、さあ来い。メニューは味噌汁だ。やだな、お味噌汁でこんなに笑うと思わなかった。ヒコさんもよう笑っておる。何？びっくりした、味噌汁を口にしないに見えた。もうダメだ。味噌汁口にしろ。はい、チーズ。はぁ、あ、はぁ、あ、言葉が出ない。実は用意してたセリフを忘れたんだ。まあ、みんなお味噌作りに行くかな。あ、スカルタウンに行けなかった。これどこでもいいぞ。大丈夫か。どう感じるか。最高だぜ。増えるワカメを入れすぎたはまずい。うん。味噌汁が出ねえ。実は用意した味噌を忘れたんだ。味噌でただの汁やそれ。用意してた。あ、なんかいっぱいいる。いっぱいおるやん